メイコの義理の父、西門正蔵を演じる近藤正臣さんです。まあ、メイコにとっては料理の師匠、始末の師匠でもあります。西門家に年末、やっとこさ、戻ってまいりました。まあ、年明けからもまた、おしずさんとの関係どうなっているのかなーっていうのが気になるところなんですが、普段の近藤さんすごい、なんて言うんでしょう。京都の方なので、なんか水神っていう感じがするんですよね。まあ、秋にはコオロギもくださいましたし、なんかこう、季節とか日本の伝統とかっていうのが当たり前に身についているとってもおしゃれな方っていう感じです。名優として知られている近藤正臣さん、現在71歳です。1960年代の初期から活動され、数々のドラマ、映画、舞台で活躍されています。中でも有名な作品といえば、69年から始まったドラマ、柔道一直線。ライバル役を演じた近藤さんがピアノに飛び上がり、足で猫踏んじゃったを演奏した、その場面、伝説化しています。それからですね、近藤です。の近藤さんでしょってよく言われて、私それリアルタイムで知らないんですけど、近藤さん、ね、近藤です。ね、お父ちゃんも、ハーラーだ、泰造ですって言うから、なんかこう、ね、義理のお父さん同士、なんか、合ってるんだなって思います。レコード、何枚か出されています。その中から、季節に合うこの曲を本日、